はい、こんにちは。ロカユニバーサルデザイン伊藤です。今回紹介するのはレオトの新製品ですね。これ2月の5日に、発売が開始します LQ シリーズになります。で、今回これ2アイテムですね。 LQ の284と324ですね。28の方は、このパイプ系が 28mm で、284の4の意味は、脚が4段ですね。まあナットは3つなんですけども、脚が4本、あと324っていうのは、32mm の脚のパイに4段ですねのタイプが新発売するということで、この製品はデモ機で今借りています。まあ最初ね、ちょっとワイドトレードの本社の方で見た時に、かなり剛性がいいな、これは売れますよというような話をし、ちょっと違うなと皆さんお気づきになったかもしれませんけど、ちょっとこのねプレート貼り付けてます。まあ実はですね、ワイドドレスのね話をして、まあカニでこういう風に、写真家の先生にお話セミナーしていただいた後にレオホトさんのね、まあちょっとセミナーもやるような話があったんですけど、まあちょっと協賛は難しいということになってしまった。その時にねこれ8000円か6000円ぐらいしたんですけど、まあちょっと今回はねこの紹介にあたって、まあこういう風にねレオホトさんのプレートも貼らせていただいています。今レオホト製品も扱ってますけども、まあ RRS も販売もしていたんですけども、まあ、ちょっと RRS ね15万20万するような製品ですので、まあこれを積極的にご紹介もできないので、まあ一般の方にはですねやっぱりこの、まあコストパフォーマンスの高いレオホト製品をまあロカデザインの方では紹介させていただいているんですけども、まあ今までのこちらのですね365であったり323も非常に人気があるんですけど、今回のこの LQ シリーズはまあ1ランク上の、まあカーボン、こちら頂上ジュラルミン7000番台のアルミ材使ったボディ、結構硬いですね、しっかりした。まあ実際に立たした前兆こう脚を伸ばした時ですね、結構しっかりした感じを非常に受けますね。それからあとこの巻き込みの仕方、10層、これもこちらもカーボンの層は10層なんですけど、編み込み方をこう変えたことによって結構こうしなりづらい、しっかりした脚になっています。あと最もねこれ違うところは何かというと、こちらですね、センター棒あるタイプ。今までこうレオホトの製品って基本的にセンター棒なかったんですけど、センター棒が、ついたタイプ、まあこれ結構リクエストがあったようですので、まあこう脚を立たせた状態でのこういうふうに、まあ、微調整ができるっていう仕様になってますね。じゃあこれどうローアングルをするのかっていう時には、ローアングルする時はですね、こちらちょっとレバーがあるんですけど、レバーを緩めてここにボタンがあるので、ボタンを押していただくとこう取れます。それでこちらですね、ローアングル用のやつをこうつけて固定すると、で雲台をこう切り替えて取り付けるという仕様になってますね。まあワンタッチでね、このようにまあここレバーを、外し緩めても取り外しできません。ここにボタンがあるので、プッシュボタンを押して取り外して、まあこのように取り付けて、その後こうロック締めるというような仕様になってます。あと今回はエンドフックですね、これ取り外しできるんですけども、エンドフックも付属して付いてます。あと今回ですね、このタイプとちょっと違うところはボディですね。ボディに8分の3のメスネジ穴と4分の1のメスネジ穴が付いてます。2箇所付いてますね。まあ頂上ジュラミンで硬いので、まあ多分このようにできたのかなとは思うんですけど、まあこちらですね、一穴ですね、 LS のタイプは一穴なんですけど、まあこのようにストラップ、これストラップ 32LS というレオホトのタイプなんで、専用のタイプなんですけど、一つつけるともうこれ他のアダプターつけられないんですけど、まあこちらですと、まあストラップつけてですね、もう一つ付属アクセサリー取り付けられますので、まあ例えばですね、これが AM2 なんですけども、 AM2 をこのように
AM2 を取り付けて、今ちょっとここはハンドルホルダーですね、 100mm のハンドルホルダーはついてるんですけど、こう取り付けて、まあこれはですね、これはあの、うちから専用で出しているこれアンブレラキットなんですよね、アンブレラセット、まあ、こんな風にね取り付け、まあアンブレラセットのこの上のところにハンドルストラップつけている方もいらっしゃいますけど、こういうように取り付けることもできます。まあ、あと TDC の 28とかですね、取り付けて、携帯、あ、スマホとかね取り付けていらっしゃる方もいますけども、まあ、このように2箇所あることによって、1つはストラップでも使えるって、もう1穴は違うアクセサリーを付けられるというのが今回の仕様になってますね。これの284の方は雲台は LH の36ですね。で324の方は LH40 です。それとあと三脚ケースですね。三脚ケースもついます。今回の三脚ケースは少ししっかりして、少しデザイン性のあるタイプになってます。こういう肩パッドのタイプもついてます。はい。今これ LQ2849 なんですけど、今一つちょっとアクセサリーを追加しました。これ今ロカデザインで、販売してますけども、iFootageの、C スターというあのアクセサリーになります。これはですね、雲台をワンタッチで取り外しができます。で、こちらですね、まあ今販売してるんですけど、結構人気があるみたいで、2月の20日からですね、予約販売ということで、注文いただいたら2月20日に発送するという形になります。で、これはですね、着脱が一瞬でできるんですけども、すみません、こちらです。今雲台取り付いてつけた状況です。これで撮影をしていて、ローアングルを撮影したい、雲台をすぐに切り替えたいという時にですね、やってみます。これ取り外して、これ取り外します。でローアングル用の方、今このCスターの方、これ受けの方ですね、もう一つ用意したんですけど、これで、で雲台をこのようにつければ結構早くですね、取り外しができます。でもしくは、そうです、こういうふうにビデオ雲台ですね、取り付けるって時にも雲台をチェンジするのも結構簡単にですねできます。こういうのも使っていただくと、より一層ですね、こういうセンター棒とローアングルタイプの、アダプターが分かれているものは使い勝手が良くなるかなと思います。こちらですね、このように分かれてます。で取り付けの時はこの白い点のところを合わせて、クッと上から押していただくとロックできます。でこれ緩めるときはこちらを回す。それで例えば自雲台からすぐこのようにビデオ雲台にすぐチェンジできる。でこちら回していただくとこのように取り外しができます。LQ シリーズ2月の5日発売ということですね。紹介させていただきました。まあレオード製品はですね、カーボン三脚すごく人気があるんですけど、今回は、センター棒タイプっていうのが、開始しますので、まあ結構話題になっているこちらの製品ですね、製品仕様の方を、ご紹介させていただきました。ありがとうございます。